PC エンジンザプロ野球スーパー87&88枠目、吉部さんにしワコプロ野球スーパー、はい、黒金さんいらっしゃい、ディグサさんありがとうです。じゃじゃじゃ、イエス。お昼の分もよろしくお願いします。ザップの野球。マコプです。七個目さんいらっしゃい、シャキーン、スーパー。てってるんてる。さあペナントレース。ワコプザプロ野球、はい、猫さんいらっしゃい、コンティニュー、ワコ、今日は勝てるか、9個目さんいらっしゃい、あ、このオプションは言ってもあれなんだね、はい、10個目さんいらっしゃい、さあ開幕戦負けたベイスターズ第2回戦引き続いてドラゴンズとの2回戦名古屋球場よりお送りいたします。アランプロストさんいらっしゃい、猫さんありがとうです。ゲイちょっとここは歪んでる、この高木と屋敷野村が歪んですごい細くなってる、大丈夫かこのブラウンガードさあ先発モニター、はい、まあ吠えるんだねこのね、はい、上総敏さんがありがとうです。10番号さんでしょ、うん、ここだと清水の角がちょっと歪んでる。さあプレイボール実況実況太郎、解説西川浦一郎さんです。よろしくお願いします。はい、今日もよろしくお願いします。ホームランリポーター西川浦です。今日はホームラン出るかしら。さあホームラン出るのか出ないのか、今日もよろしくお願いします。クージランの予感ゴー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 。さあ中日先発今中です。はい、はい、よろしくお願いします。クージランが来たぞゴー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 僕らのクジラうまい。さあ高木がツーベース、いやあの当たりでね二塁いったのが大きいですよ。今日の旦那さんでしょ。さあノーアウトランナー二塁、バッター清水10割バッター10割伝説ね、継続したい10割継続。わっとレフト揃わした、レフトこれは痛いですね。レフト攻撃1点目痛いね清水のタイムリー、いやこれは大きいですよね清水選手のね。さあバッターはレイノルズ、はい、22個目さんでしょ。清水の先制タイムリーで1点先制です。ピッチャーは岩中、ストライク、バッターレイノルズ、ストライク、ストライク2。これはフラフラっと打ち上げ、まあこれね最低でも進塁打にしたかったですよね。セカンドフライでワンアウトランナー二塁、4番シーツ。さあシーツ弁当なるか、まだヒットかかりません、早くシーツをしたいですね。はい、G関係さんでしょ。さあダースボーイ、味方チャンネルにはなれない、もう賭博はしない。さあシーツ、まあ、早く一歩欲しいですね。さあ1シーツ、スイッチだったっけ、あーっとエラー、アウト、アウト、しかし2アウトランナー3塁、今ねエラーじゃなかったらこれ3塁させたかなっていうところですね。はい、スコッティさんでしょ。また山崎、これはレフトフライ、いやもう1点欲しかったですよね、せっかくのねノーアウトランナーでしたからね。さあ1対0ドラゴンズ燃えてきたね、投手は燃えたらいけないよ、中日打線が吠えるときはいつでもバンドエイジだね、バンドエイジの生卵、中日ドラゴンズ。さあ種田がヒットです。さあ3番タスナミ、ワンアウトランナー一塁、まだねドームができる前、さあ6-4-3ダブルプレイ、いやうまくね打ち取りましたね。さあ1対0、1回表終わった、1回表裏終わっていっちゃいね。さあ2回表6番の長田からゴー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 、横浜来たぞクジラが来たぞ太陽来たぞゴー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 。さあ山崎ヒット、長田ヒット、さあバッター進藤、まだノーヒット、早くねこういうバッター早く1本欲しいですね。さあランナースタート、戻った、
太陽ホエールズ、太陽来たぞ、クジラが来たぞ、僕らの味方、ゴー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 。さあ、いい当たり、宇宙間。さあ、進藤も今シーズン初ヒット、今中を捉えます。いや、今中投手の立ち上がりを襲ってますよね。さあ、ノーアウト二塁三塁、バッター谷繁、昨日は4打数2安打。さあ、いい当たり。あ、これはね、確実に、あーっと、いやー、ちょっとね、タッチアップは焦りましたかね。これ2対0、最後ラストで次、あのスーパー94から横浜ベイスターですね。さあ、これはラッキー。さあ、ランナースタート、スクイズだ。ピッチャー森田のスクイズです。1点追加、いやー、しっかりスクイズ決めましたね。3点目、ナイススクイズ。さあ、バッター高木豊、息子3人 J リーガー。さあ、これはまたレフト、今度キャッチ、しかしここはタッチアップ、しっかりとタッチアップで4点目、4対0。いや、素晴らしいですね。ゴー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 、ストライク、ストライク、ゴー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 。さあ、10割伝説清水、10割いくのか、10割、まだ10割、ツーベース、10割継続。いや、素晴らしいですね。さあ、バッターレイノルズ、ストライク。セカンドロー更新情報ありません。はい、あとは情報ありますか。はい、なんか牧のね、デスター社だっけ、あのホームラン、ホームラン打った時のあのデスター社をあの批判して炎上したっていうのがありますね。あれか、アウト。さあ、4番ゴチャイショートゴロ。男だらけの球団は僕たち仲間だ、ドラゴンズ中に。ちょっと大砲の当たりが伸びた。さあ、バッター昨日当たっている前原、4打数2安打。あ、昨日前原選手タイムリー打ってますからね、要注意ですよ。もう、まあ、1点でも早くね、中日としてはこの序盤で返したいところですね。さあ、いい当たり、いい当たり、伸びていく、伸びていく、伸びて伸びて伸びて、ホームラン入った、前原のホームラン、今シーズン1号、前原でした。中日ドラゴンズ前原、4対2、初めてですね、前原弁当。いや、まさかの前原選手当たってますからね、昨日からね。さあ、パウエル持った、レフト誰だ、レフトすっごい遅いんだけどワンダースラー何より、男だらけの球団に。さあ、またキャッチャーの中村、まだ太陽はまだホームラン打ってませんからね、早くシートが出ませんかね。ボールボール、いい当たり、アウト。やっと仕事ができてはね、行ってきます。さあ、ピッチャー今中、おっと、また出てもう、ちょっとね、負けすぎですね、ピッチャーだから心配ですよね。さあ、ツーアウト一塁二塁、いい当たり、いい当たり、レフトが取れない、あ、クッションマーナー。さあ、清水のタイムリー、この回3点返して、もう早くも1点差。種田タイムリー、同点、4対4。いやー、早くも4点のリード吐き出した森田投手、どうしたんでしょうね。いやー、ピッチャーですからね、ちょっとコントロールがね、あっと、これ立浪、伸びて伸びて伸びて、危ない。さあ、4対4、一気にドラゴンズ4点を返しました。いやー、ドラゴンズもね、打線好調ですね。さあ、当たってないシーズ、そろそろ出したいですよね、シーズ弁当販売なるか。
太陽クジラが来たぞ。クジラのお肉は美味しいぞ。クジラを食べれば長生きさ。あーっと、ゴーゴーに絡む三振。太陽ホエールズ山崎エースファーストライナー。チーズ弁当はすでに当たってるから大丈夫。さあバッター幼い来たぞ。クジラが来たぞ。ゴー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 。さあ押さないレフト前、ツーアウトランナー一塁。まだまあまあね、シール選手もね、まだね、来日1年目ですから、はい、ここでちょっとね、まだピッチャー慣れてないですよね、日本のピッチャーにね。さあバッター進藤、進藤来たぞ、進藤来たぞ。いや来ませんでしたね。ショート打ち上げた。今日はしかし中日エラーが2個ありますからね、まあ、エラー注意ですよね、中日はね。さあバッター岩の落合から。落合が見たか。おっと落合伸びてホームラン。はい、落合選手のホームランが出たところですけど、まずは前原選手のホームランダーマンです。打ったのはスライダー、キレがあまりなかった、今シーズン1号ホームランでね、とっても嬉しいと、このまま追い上げていきたいという話でした。以上です。は、次落合選手行かなくちゃ、忙しいわ。本当に取材されました。本当よ。アウト。大砲ハットゴロ、ワンアウト。バッター先ほどホームランの前原。サードライナー、ツーアウト。男だらけのボクシング、お腹が減ったのか。バッターパウエル。ファーストゴロ。アウト。この回は三振問題、あ、三振問題じゃないや。大竹選手にホームランがありました。5対4、中日1点リード。長いんで3文字以内でお願いします。はい、落合選手のホームランダーです。俺流と言ってました。以上です。もうさあバッター谷重、ゴー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 。うん、セカンドゴロ、アウト。さあ今日スクイーズがあった森田、取材されたんですかね。もちろんよ。さあピッチャー森田がライト前、あとライト後ろ。さあ後ろ下がって森田は二塁から、二塁から三塁に行く、三塁に行く。さあ三塁スリーベース、いやワンヒットはこれ入らないですよね。さあワンアウト三塁、バッター高木豊、息子3人、 J リーガー、そして今年、去年は炎上もあったという高木豊。はい、さあこれはどうだ、高木豊、これはあとタチアップできない。うわぁ森田投手タチアップできない。いやーこれはちょっとね、はい、森田投手どうしたんでしょうね。しかしここで10割バッターですが、ここはようやく10割伝説途切れた。いやチャンスだっただけにね。はい、高木豊さんね、息子さん一人はね、 J2 にね、 J2 で活躍してますね。もう二人はちょっと行方分かりませんね。高木、あ、吉明さんね、吉明さん。さあバッター今中、新潟ですかね、新潟に。今中の打球はアウト、ワンアウトランナー一塁。もうこれ以上失点はね、もう許されませんよね。バッター清水、今日タイムリーがあります。レフトフライ、ツーアウトランナー二塁。さあバッター種田、宇宙、んこれはライトが追いつきそうだ、アウト。この回は、ランナー出ましたが無得点です。5対4、中日ドラゴンズ1点のリード。さあこの回でちょっとね、この両外国人がね当たってないんで、あーさあどころ、高木さん結構前からあのプロ野球選手で YouTuber になってる人多いですけど、高木さん結構は早くからねやられてましたよ。後からね、タケノコのように出てきましたけども。アウト。ツーアウト。
しいとかちょっとね当たりませんね、なかなかね。里崎と高木さんは走りですね。そうですね。外国人ブレーキ。ストライク。両外国人がブレーキになってます。そしてこの山崎もちょっと当たっていたいが、ここはしかし山崎左中間は伸びがない。うぎゃー。さあ5回裏バッター立浪から、2番立浪からライトフライワンアウト。そういやピッチクロックの導入でメジャーのキャッチャーのヘルメットが近未来決めなくなってんだろうな。なんかついてんだろうか。4番落合、今日ホームランがある落合ですが、これはセンターフライか、センター追っていくか、なんとか取った。5番大砲、なんかいろいろなんかね、昨日大谷選手が壊れたって言ってましたね、サイン伝えるやつね。だから指サインにしたって言ってましたけど、ドラゴンズ。さあこの回はクリーンアップ三者凡退で5対4ブギャー。さあ今日2安打押さないから、もう押さない選手当たりますからね今日はね。ゴー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 。いい当たりですがファースト正面、ファーストライナーワンアウト。進藤選手今日2です。セカンドちょっと振り遅れましたね。78個目サインでした。今日は5対4、中日が現在1点のリード。6回表、内側太陽の攻撃。じゃあ谷繁、そうですね、壊れやすそうと思いましたよね。谷繁力ない、セカンドフライ三振問題。ちょっとね今中投手のペースに乗ってますね、中盤戦ね。立ち直っていきましょうね。立ち上がり罰があったのか、立ち上がり以外は好調ですね。さあ今日当たっている前原、昨日から当たっています。一二塁間当たってますね、前原選手ね。さあパウエル打ち上げた、レフトライワンアウト。ドラゴンズランナースタート、これアウト。森さんが1番サインでした。現在6回裏5対4、中日が1点リードです。今の助かりましたね。結局3人で終わりました。谷繁キャノン、谷繁選手ね、肩は穴取ってましたね。中盤戦は両チーム無得点。さあ後半タイム、ピッチャーの森田投手のところで代打です。ゴー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 、代打畑山。さあ昨日は代打でヒットを打った畑山、三遊間アウト。さあ高木とか3打数2安打、まあ、ランナー出ればね足がありますからね。ファウルボール、ゴー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 、高木が来たぞ、クジラが来た。さあ高木とかシュワルバッティング。さあレフト前、まあここは当然の権利のようにね走ってきましたよね。2020年に3度目の結婚した高木、3度目の結婚した。リリ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 リゴー、これは楽々、あっと楽々アウト。本当ご検証ですね、わら。いやこれは痛いですね。結局3人でこちらも終了。いや素晴らしい、お互い両チームのキャッチャーが、はい、ここで今永投手代打です。あ、代打代打代打、今永こっちのピッチャー答え、こっちのピッチャー答えですよ。野球以外の情報を更新してくれとは言ってないのに。さあ昨日炎上した掛け畑、防御率 45.0、昨日のねリベンジですよね。危ない、アウト、サード心アウト。男だらけのニューフェイス、おっとセカンドこれもファインプレー。いや守備が盛り立てますね。さあ今日2安打種田、これはライト前、
かけはただらけのドラゴンズ、中日ドラゴンズ。さあ、今日タスナミンノーヒットです。でもこういう時怖いですよ、ね、です時間だからアウト。赤と大門さんでした。今日は点の取り合い5対4。しかし4回以降は両チーム無得点。さあ3番レイノルド今日のヒット、まあここでらへんでちょっとね言っておきたい。横浜はさあレイノルド来たか、1号来たか、レイノルドベッド、ああ惜しい、まあ、あともう一伸び。ノーアウトランナー2塁、レイノルド弁当まであと一人でした。さあそして4番シーズン、まだ昨日からノーヒット、ここで出るのか、逆転ホームラン。名古屋までわざわざシーズン弁当を持ってきたんですが、セカンドフライがシーズが当たりません。さあバッター山崎今日ノーヒット、ちょっとクリーンアップがね全然当たりませんからね、クリーンアップがとにかく仕事しないと。1、2塁か、ツーアウトランナー3塁、これは進塁打になります。ダバッター押さない、今日2安打、今日押さない選手当たってますから、まあ、ちょっと力んでますよね、力んでる、なんと力ないショートフライ、ノーアウトランナー2塁が、いやまだまだね、まだ始まったばっかりですがまだ分かりませんけどもね、まあちょっとプレッシャーだというのはね肩下がりますね。さあ8回裏4番の落合から、打って左中間、あさあピンチの後にチャンスあり、落合選手がここで追加得点やるわけにはいきませんよ。また逮捕、打ち上げた、あっとこれは間違えたか、間違えている、しかしここではランナー進めません。ノーアウト1塁2塁、赤戸大門さんが例です。さあ当たっている前原、今日ホームランも打っています。アウト、なんとか取ってセカンドアウト、今ファースト戻るべきでしたね、セカンドじゃなくてファーストですよね今のはね。何を間違えたの。さあワンアウト1塁2塁、2番パーメル、アウト、あ追っていくの間違いですね、内野の、セカンドで追っていれば今のは取れたかということですね。ノーコンキルされてセンターじゃなくてセカンドだったら内野フライだったと。さあ当たっているパウエル、あーっとこれは抜けている、ランナー帰ってきた、これは大きな1点、これはいけません、いやこれ大きいですね、これはセンター大きな当たりですが中村今日いい盗塁を刺したのが一歩あります中村。さあ今中には代打出しませんね、いや完投ですね、完投させますね、これはアウト、セカンドアウト。さあ最終回今中投手完投なるのか、さあ振動からカットさせちゃいけませんよね。さあ打った、さあライドオーバー、進藤は二塁へ、ノーアウトランナー二塁。藤波田の皆さん、エスコンフィールドいる。野球見に行くんですね。谷重、なあワンアウト三塁。もう2点差になりましたからね。8回の1点大きいですね。タイム。タイム。大きいですよね。また石井拓郎、さあ石井の打球は戻ってアウト。さあこれはこれは大きいですね、フィルダースチョイス。さあ高木豊が今日猛打賞、さあ当然ここはね二塁三塁にねしときますね、二塁三塁できませんね去年までなら三塁投げてみますよね、投げませんでしたかね。いやこれ中村選手肩がいいですねこれね、二塁三塁できませんよこれは。エスコンフィールドにあるお店で藤波家の食卓のメニューを出すお店があるそうです、じわっと危ない、ストライク。わあ
ワンアウト屋敷で走れませんね。さあこれは満塁になる。ワンアウト満塁。さあバッター清水、途中まで今日10割でした。一番いいバッター回ってきましたよ。今日当たっている。あーアウト。 1、2、3、ダブルプレイ。ゲームセット。うわー、連敗、逆転負け。しかもこれはダメージの残る負けですね。痛恨の敗戦。皆さんこんばんは。あと今日はい、イシュガールです。私こんな感じです。4対0からの逆転負け。中日開幕連勝スタート。開幕連敗、横浜のリアルかよ。前原、パウエル、落合とパウエルのワンのランニングホームラン。さあカープ勝っています。カープ駒田と前田にホームラン。なんと阪神タイガースも連勝。ヤクルト前評判では下馬評は高い。ヤクルト連敗です。広沢、亀山、杉浦にホームランが出ています。現在の順位表です。さあ開幕連敗スタートとなった下馬評が高かったホエールズとスワローズの2強、まさかの連敗スタート。いやまさかですね。阪神優勝してます。カープと巨人が一勝1敗。各部門の個人成績はご覧の通りです。さあ打率清水がトップ。まだ2試合ですけどね。前原5打点、ホームランは1本がいっぱい。防御率は石毛が 0.0。 石毛いるんだね、もうこの時ね。はい、あ、開幕カード変わりますね。2試合で終わって、はい、広島との1回戦になります。お、トレーニング、トレーニング来ました。トレーニング専用 BGM がある。何でしょうかな。 シーツは7が最高だった。連敗スタート。誰を鍛えるかね。清水をちょっと改造手術、ウェイトトレーニング、長打力アップ、効果あり。 OK。 さあ引き続いて、太陽ホエールズ対広島東洋カープ1回戦の模様、横浜スタジアムより実況実況太郎、解説西川一郎さんで引き続きお送りいたします。西川さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ちょっとムキムキになった。清水3番に置こう。こうしよう。レイノルズ変えてね。山崎はちょっと変えて、左右左右とね、交互にした方がいいよね。右ね、両打ちね、右左右右右左。もう伝統が臭いから早く。じゃあウド早く売らないとね。ちょっとムキムキになりました。さあピッチャー北別府。プレイボール。さあプレイボール。キリンビバレッジ株式会社三強アルミ。カップ広島、広島カップ、空を見上げりゃ恋のぼりが上がってる。男にまみれた恋が泳ぐ。空を見上げりゃ、空を見上げりゃ、恋のぼりが上がる。カープカープカープ、広島広島カープ、空を見上げりゃ。さあバッター西田はショートゴロ、アウト。あれで薬物検査ノー。さあカープ先発北別府です。連敗スタートとなった。ここでホームで、あっ高木豊が先頭バッターか。いやペースが高い。いや距離的にはと十分でしたけどね。ペースが高いんですよね、横浜ベース、横浜球場で。
地味にフェンスが高い。さあ2番に今日レイノルド入れてます。まあレイノルドですね。さあレイノルド来たか。これもフェンス直撃、連続ツーベース。広島なら入ってた、もちろん入ってましたね。レイノルドのタイムリー。いや打順変えたのが行きましたね。さあちょっとウェイトトレーニングであった清水、ショートルカップした。神宮でも入ってましたね、もちろんね。ストライク。もう焦っちゃいけませんよね。先ほど追加点取れなかったら結局響きましたからね。三遊間当たっている。さあ当たった。あ、いや戻ってきます。いや戻って正解ですね、これはね。はい、刺されてましたよ。さあ当たっていない4番手です。ここでね、初タイムリー打点、なんでもいいから欲しい。あー、トライだ。ダブルプレー最悪。リチャーライナーダブルブレーキ。シーツが当たってませんね。シーツ大ブレーキ。何やってたー。あーショートクロー、うん、ちょっとね1対0ですけども、まあ先制はしましたけどね。まだ入ってほしかったですね。立ち上がりの北別府投手の投球見たらね、スランプが続きます。アウト。まだね、開幕戦、まあ、10試合を見た方がいいですよね、10試合はね、はい。まあ、10試合というか、ね、一回りするまではね、一回りするまでは。一回りして、ね、それからですね。あーシールベントにちょっとシール貼ろうかな、今年売れそうにないな。打ち上げた。これは大丈夫か。ショートフライツアウト。さあ。じゃあ立川打ってレフト伸びていく、アウト。ランナー出ましたが無得点。レイノルズ打点弁当に切り替えた方がいいですね。さあ山崎から初球打ちを今ゴー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 。まあね、甘い球を攻撃してたでね、振っていく、アウト。さあバッター押さない。我らは太陽、太陽ホエールズ、横浜来たぞ、クジラが来たぞ、僕らの味方、ゴー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 。いっちゃうから、アウト。弁当屋さんラックスしてから冷凍に行ったように死んでたみたいな。ゴー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 。いやいやいや、美味しいクジラの肉使われてますからね、クジラ肉が。さあ谷繁サードライナープギャー。さあ2回割って1対0。カープカープ広島広島カープカープ。あー、いつからでしたっけ。男広島、去年はロッテだったからな。クジラもう、ね、何でも入ってますよね。お楽しみに。クジラがもうとにかくメインですね。さあワンアウトランナー二塁でバッター正田。セカンドゴロ。アウト。さあ前田。幼い頃だな。じゃあゴロ。アウト。缶詰3回表は停止されて、早く追加点が欲しいですよね。さあピッチャーの有働から、ゴー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 。さあピッチャーの有働がここまで飛ばしたからライトフライ、ワンアウト。まあシーズ選手もあそこら辺まで飛ばしてほしいというわけで、打球が上がりませんね、シーズ選手ね。この年から対応のようです。違うところ、あこの年からですか。ちょうどね、最新の遺跡が反映されている。まあ92年の末発、ね、10月発売ですから、まあ10月発売だったら、まあオールスターね、オールスターまでのデータは入れてるでしょうね。1対0。カープカープ広島広島カープ、空を見上げりゃアウト。ファーストライブはアウト。さあバッター小早川、
小早川選手はいつからヤクルトだっけね。ヤクルトに行ってるあの開幕戦ね、3打席連発ってありましたけども、まだこの年はカーブですね。カープカープカープ、あっとブラウンモーニングリポート、ホームラン、逆転ツーランホームラン、ブラウン97年ですね、あの3連発が移籍の時ですから。あ、90結構厚ですね。バーソンさんいらっしゃい。ホームラン。ブラウンの逆転ツーランホームラン。アウト。中日じゃない、広島逆転。いや、これはね、本当にね、皆さん、追加得点を取れないとこういうことになってきますよね。ツーランホームランで逆転です。はい、ブラウン選手の、ホームラン、ホームランダウンです。打ったのはスライダー、甘く入ってきた、逆転ホームランになってとってもハッピーラッキーと言ってました。以上です。さあシミだ、いやフェンス越えない、ホイールズのね、太陽の選手はなかなかフェンス越えませんね。インタビューしました、ちゃんともちろんよ、ホームランホームランレポート。さあそして当たっていないし、ここでね打ってほしい、ね、変わりませんよ。さあシーズン伸びていく、伸びた、あーしかしようやく出ました、1本同点タイムリーシーズン、あーようやく嬉しいですよねこれで、はい復活、よみがえれシーズン、よみがえりました。さあよみがえったシーズン、そして進藤も続く、左中間、進藤は一塁ストップ。さあノーアウト一塁三塁、逆転のチャンス、サバッター山崎、変わってるよ、あの人本当に変な人だよ。さあ山崎、取材してるわけないんだから、これは満塁、ノーアウト満塁になるよ、ノーアウト満塁です、本当よ。さあそして押さない、よくノーアウト満塁点が入らない言われますけどもね、ここは入れないといけませんよね、入れないと流れがね。さあ押さない、これは十分、タッチアップ十分、アウト。さあランナースタート、ダブルプレイランナー誰でしたか今の、ツーアウト二塁一塁とかありました。さあしかし谷繁が、谷繁左中間、いや谷繁選手救いましたねチームをね。さあ2人帰ってくれるか、2人帰ってくれるか、谷繁の2点タイムリー、いやノーアウト満塁でね、これ点が入れなかったら勢いがね変わりますけども、谷繁選手よく救いましたねチームをね。ストライク、ツーアウトランナー二塁、ピッチャーウドボール、ウド投手は打ち上げてショートフライ、しかしこの回シート選手のタイムリー、谷繁選手の2点タイムリーで、3点取って逆転です、4対2再逆転。さあ5回まで広島カープはピッチャー北別府から、空を見上げりゃ、さあノーアウトランナーでピッチャー北別府ヒット。さあ1番野村健次郎、あっとフェアフェアフェア、さあフェアだ、ノーアウト二塁三塁、再びカープチャンス、同点のチャンス、また勝負だ、172個目さんいらっしゃい、野球の季節到来、ここまで連敗中の太陽、ピリッとしませんね、ここはレーザービームでタッチアップ阻止、ワンアウト二塁三塁、サバッタ前田、これはちょっとちょっとね、一瞬サードランナー目が入りましたからね、一瞬ホームね、サードランナー目が入っちゃったのがちょっと遅れましたね。ワンアウト満塁、バッター西田、さあこれはしかしショートフライ、内野フライ、インフィールドフライ、ツーアウト満塁。さあバッター1小早川がショートゴロ、なんとか抑えた、いやうどうとして踏ん張りましたね、ここはなんとかうどうとし踏ん張った。
さあ、その間に追加点欲しいですよね。さあ、1番高木豊を打ち上げてショートフライ。ワンアウト。さあ、レイノルズ。しかし、ここはセカンドゴロ。さあ、先ほど蘇ったシード。いやー、これで完全復活をね、期待したいですよね。あ、まだ清水だった。打順変えてたんだ。打順変わりますね。はい。清水の後ですね。清水が今日と3番ですね。ゴー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 。わらわら。しかしこの回2番からでしたが、1番からでしたが三者凡退。さあ5回終わって4対2。太陽のリードは2点です。5番ブラウンから。サードゴロ。ワンアウト。バッター山崎。いい当たり、ショートの頭の上、鋭い打球、センターの後ろ、山崎は二塁へ向かう、ツーベース、またしても得点圏にランナー、いやーもうね、毎回得点圏ですね。さあ、8番キャッチャー、達川、まあ、ノーヒットです。ショートゴート飛び出している、アウト、ダブルプレー、いやー、これ、セカンドランナー飛び出していきませんよね。ここは大きなミスがありました、カープ、走塁ミス。さあ、4番のシーツ、打率はまだ1割ですが。まあ、早くあとは一発がね、一発が出ればね、あー出ました、一発じゃないですけど、まあ2安打打ったことでね、シーズ選手ようやくプレッシャーから解放されるんじゃないですかね。ノーアウトランナー一塁、5番進藤、ストライク。さあ進藤、打球が伸びている、フェンスダイレクト、ノーアウト一塁三塁。さあノーアウト一塁三塁、バッター山崎、いい当たり、さあ5点目、ノーアウト一塁三塁、山崎タイムリー、これぞハマスター野球、バッター押さない、今日ノーヒット、ここら辺でね追加得点、しかしこれは内容フライ。アウト。ワンアウト二塁三塁。見えてきたが、もうしかしね、あと1点でも2点でも欲しいですよね。ああ、三塁ショートライナー、飛び出ている。戻りませんよね、今のはね。もう1点2点欲しかったですけどね。さあ7回でピッチャーの北別府からですが代打で出ません。北別府今日しかし打っています。ノーアウト一塁、バッタートップに帰って野村健次郎、ダブルプレイ、いやこれ助かりましたね、再びダブルプレイ、タイム、ここで正田に代打ですね、正田選手、あ代打、江藤選手がいますね、江藤選手、江藤選手がいました。しかしここはセカンドゴロ、アウト、5対23点リード。さあピッチャーの有働からですが、そのまま続投ですね、あそうですね、確かにね、最初39だったんですかね。さあ高木豊、さあ左中間、これはちょうどコース。さあ俊足高木豊は二塁へ向かいます、ツーアウトラン、あワンアウトランナー二塁、太陽ほえる。さあ3番レイノルズ、お父さんが、息子さん見てますかね、見てますね、あとここでエラーしたか、ここはセカンド、あセカンド正田選手じゃなくて今江藤選手入ってませんか、江藤選手ですからね、あそこセカンド穴になりますよ、ストライク、ツーアウトランナー三塁。さあここで清水選手のタイムリー、6対2、いやこれ大きいですね。さあシーツ今日2安打、復活したのかシーツ、あとはホームランが出れば完璧ですよね、ホームランが出れば完全復活、
さあ打った、しかしもう一伸び、もう高さが足りませんね。しかしタイムリー7点目、ついに代王来たか、来ましたね、はい、ここで来たベップノックアウト。2番手は片瀬です。ゴーボール、さあさらに打った、ベースダイレクト、しかしこれは三塁へ行けない。ツーアウト一塁二塁、バッター山崎、まあ、どんどん取ってるのが欲しいですね。さっきはね4点差逆転されましたからね。さあツーアウト満塁、バッター押さない、今日ノーヒット。あーセカンド、あーとセカンドまたエラー、ちょっと江藤選手取れましたね。江藤選手とか言ってみんな弾くと、みんなピッチャーがフォローするじゃないですかこれ。さあ違いまで、空を見上げりゃショートゴロワンアウト。さあバッター西田、今日当たっていません、今日のヒットピッチャーゴロー、アウト、2アウト。伊藤選手引っ張りますね。山本選手ね、ちょっと継投に失敗しますからね、ここ2試合ね。宇藤投手、まあいいんでね、今日ね。まあ、ピンチャー作ってますけど、なんとかね、ゲッツーで切り抜けてますから。ここはもう、セーブもつかないし、完投させるでしょうね。さあ、8番の谷繁から。おっと、またサード足りた、今日ちょっとエラーが欲しいですね、エラー多いですね。もうね、攻めて攻めて、さあノーアウトランナー一塁。おっと5点差ありますけども、まあピッチャーですからね、ピッチャーですからしっかりと。いや私2回失敗しますからね、5点差あるとはいえここはしっかりと勝ちたいところでしょうね。あとここはボール球を打ち上げた、今のはねちょっと見逃せばボールなんでね、見逃してほしかったですよね。さあレイノルド、レイノルド、三浦さんいませんね、もうね太陽にはね。さあポトリと落ちた、いやこれはラッキーですね。8点目レイノルド選手、今日2打点目。さあ今日3番に据えた守備、3番守備の大当たりですね。さあレイノルド走った、これアウト。しかしこの回1点追加、8対2。さあ宇藤投手完投なるか。今日はブラウン選手にホームランを浴びていますが、それ以外は頑張ってます。さあそのホームランを打っているブラウンから、さあブラウン当たっている、センター前、ノーアウトランナー一塁。ブラウン、ブラウンモーニングリポート。また山崎、空を見上げりゃ鯉のぼり高く立てよう。ショートゴロ、あとショートがアウト、ちょっとましたね、もうちょっと打球、打球はちょっとね左に行きましたね。さあ田川選手今日ノーヒット、しかしここでヒットが出た、ワンアウト一塁二塁。さあ宇藤投手は最後の試練か、もう最後のね、はい、まあ、6点差ありますからね。あとピッチャー片瀬ですけど代打出しません、あれ代打出しませんね、ピッチャーに代打出ない、しかしこれが当たった。ピッチャーに打たれた、ピッチャー片瀬のタイムリー、まさかの8対3、5点差、まだセーブはつきません。まず佐々木投手は早いですね。あとは満塁。さあこれでセーブはつくんで、佐々木投手ですね。5点差なんで、5点差満塁。ここはセーブがつくシチュエーションということで。タイム。ここで大魔神佐々木投入。
ファーストライナー危ない初球ファーストライナー、さあバッター前だ、ツーアウト満塁、ヒヤリとしたがセカンドライナー、今のはねゲームセット、ゲームセット、さすが大魔神、やれやれ、いやー勝つのには勝ちましたけどね、白票の表意ですよね、そう嫁は最初はあの清水さんね、もう悪いやつですよ大魔神は人間的で悪いやつ、ご覧の通り太陽が勝っています、はい、勝ち投手不動、ね、負け北別府西武佐々木8対3です、ね、桑田の息子じゃないですホームランブラタイブラウンブラウン1号デルタドン、いらないデルタドン、あっと他球場の結果はご覧の通りです、ヤクルトは開幕3連敗痛い、河合1号、飯田1号、河合が1本打ってる、飯田も打ってる、なんかホームランバターじゃないの打ってる、ねえ、さあドラゴンズ小松投手1勝、あドラゴンズ開幕3連勝ですね、開幕3連勝、佐々木も1回離婚して今榎本かな子ですね、パウエルが連発してますね、2号3号現在の順位表です、よし、まあね、プロ野球選手で6年のはいないような気もするけども、はい、3ゲーム差がついています、各部門の個人成績はご覧の通りです、さあ打率は相変わらず清水選手トップ、打点前原、野球選手の下半身事情はもうホームラン3本、防御率はマイク中田、大魔神の大魔神を使ったんです、大魔神の大魔神が大谷さんの登場で、そんなことは明日は横浜ドーム甲子園、甲子園試合が予定されています、はい、というわけでご視聴ありがとうございました。PCN ザ・プロ野球は毎週金土日の、金土日やってます。また明日、日曜日のお昼ダブルヘッダーでお会いいたしましょう。実況実況だろう。解説、西丸さんでした。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。失礼します。お疲れ様でした。はい、オでした。オツでした。はい、オでした。オツです。はい、オでした。